連邦議会は、オーストリア共和国の議会上院。下院である、国民議会と並んで、連邦制である同国の立法を司っている。ドイツの連邦参議院とは異なり、連邦議会の議員は自由に立候補することができる。議員は採決の際に協調することができるが、所属会派や出身連邦州ごとで議員の採決行動を制約する規定は存在しない。 政治の実務において、連邦議会の影響力は極めて限られたものである。これは、連邦議会は、国民議会に反対する際に、大抵の場合は、審議を行わないことで、法案に対する拒否権を有しているが、国民議会は過半数の賛成で、法案を再可決することで、連邦議会の対応を待たずに済ませることができるためで、ある。 このためごくわずかな例外を除いて、連邦議会はせいぜい法令の交付を先延ばしする程度の影響しか持たない。連邦議会が絶対的な拒否権を持つ案件は以下のようなものに限られている。連邦予算法など法令の中には国民議会で保留されるようなものがあり、この場合連邦議会は審議拒否する権限すら与えられない。連邦州ごとに配分される。 連邦議会の議席数は、下限を3、上限を12として、国政調査後に、それぞれの連邦州の人口に応じて、連邦大統領が決定する。連邦議会議員は、州議会が送り出しており、その州議会の構成を反映するものとなっている。連邦議会議員は、ドイツの連邦参議院議員とは異なり、その時々の州議会や州政府に対して、責任を負っていない。 連邦議会議員は各州議会がそれぞれの任期ごとに選出する。連邦議会議長は連邦州のアルファベット順に、その連邦州の州議会の最大会派に所属する議員が半年ごとに交代する。連邦議会はその存在意義が議論となっている。世論では第二委員としての機能充実を求める声がある。一方で廃止するべきという意見もある。 国民議会の立法を滅多に阻むことなくただ、手続きを遅らせるだけというのでは、連邦議会は、連邦法を制定するという際に、連邦州を代表するという要求に応えていない、状況にあるという批判がある。オーバーエスターライヒ州選出議員のみ6年、ロバート・シーバー。リパブリック・オブ・オストリア・パーラメント。2020年1月5日、閲覧。 ズーセメンシツンでバンデスレーツサイト19452014年9月21日閲覧分離スラット2014年9月21日閲覧ありがとうございます